のブラした君かと思ったけれど、そもそもオートロックだしな。帰ってくるわけもないか。ああそんなに掃除をしなくても思ってはいたけど、事実お風呂はすぐ汚れるし、トイレの黒ずみは僕のせいみたいだ。 2LT 圏漂うタイター、やっぱりさノックの音がしたしたんだけど、よく聞いてみればまた上の階のやつだ。歩く音もうるさいしな、絶対かかとで歩いてるって。君と笑わなきゃ猜疑心だ。取りこぼした何かを僕らは必死に集めるように、これまで犯した過ちとか今まであった悲しみとか、繋いだしなやかな手の中に閉じ込めていた閉じ込めていた。話したのは君だったけど、そうなるまで膨らませたのは僕だ。もう戻れないことは知って、それでもって君の忘れたマフラーも財布の中のプリクラも全部捨てられないよ。エクされて横になって枕の下見で溜め込んだヘアゴムも無駄になったらって、もう好きじゃないことは知って、それでもって君と行ったレストランも二人過ごしてきた思い出は全部捨てられないよ。フェイクされて横になってノックの音がして、ただ今って目が覚めて何度目の夢だって。